こんにちは。マクサカイニュースということで、気になる銃に関する話題などについて紹介していきたいと思います。今日紹介するのは、所さんが選ぶ楽しい銃の世界、世田谷ベースのコレクション公開という記事になります。まあ、詳しい情報については、下の説明欄のリンクをご覧ください。趣味の発信基地として知られる所さんの世田谷ベースには、世界中から集めた様々な商品がコレクションされています。最新刊世田谷ベースボリューム38では、まるでおもちゃ箱のような世田谷ベースから所さんのトイガンコレクションを大公開。世田谷ベースにある300丁を超えるトイガンの中から、今回は119丁をピックアップ。所有するトイガンにほぼ全てにカスタムの手が入っているという所さんのコレクションを、トイガンの元となる実銃のヒストリーとともに詳しく図鑑形式で紹介しています。車やバイクと同じくトイガンにも独創性のあるアプローチを試みる所さんが選ぶ、遊ぶ楽しいトイガンの世界を覗いてみましょうということでね、こういう本が出るよっていう、宣伝なのかなというものになります。いろんなねコレクションの、その記事の中にもね写真があるので、そちらもよかったらご覧ください。というわけでね、皆さんご存知だと思うんですけど、先日ね世田谷ベースさんにお邪魔してね、テレビ収録などしたんですけど、確かにね、すごいいっぱい銃があって、これガスガンになってるんだとか、こんなところいじってるの、こんなの見たことないなみたいなのがね結構あって、すごく楽しかったです。やっぱりこだわりがあって、やっぱここは市販品でちょっとね気になるなっていうところをね、所さんはいろいろいじってね、独創性のあるものにされてる感じでしたよね。いや本当ね、嬉しいですよね、こういうのが。世間的にもどんどん、どうしても銃を扱っているねエアガンで遊んでても、世間からはあんまりいい目で見られないんですけど、こういう方がね、楽しそうで遊んでるっていうのがね、少しでも露出することによってね、少しでもエアガンを楽しむっていう、健全に楽しむね、別になんか事件を起こすだけじゃないよっていうのをね、世間の方々にちょっとでも知ってもらえたら、ちょっと上から目線でちょっと恥ずかしいんですけど、我々とかね嬉しいですよね。はい、というわけで最後まで動画をご視聴いただきましてありがとうございました。